三方にゃパンパイプあるいはパンフルートは木管楽器の一種で一端が閉じられた長さ太さの異なる数本の管を開け端を揃えて長さの順にイカダ状に束ねて作られた縦笛である古代から知られており多くの場合5つかそれ以上の管を束ねて作られる長い間民族楽器として親しまれておりパイプオルガンやハーモニカの原型とも考えられている管は 主として足、竹や段地区で作られるが、木やプラスチック、金属なども用いられる。パンパイプの管は、一端が塞がれた閉館であり、同じ長さで両端が開いた開管より1オクターブ、低い音が出る。フルートやノぶエのような笛は、一本の管で低音から高音まで出さねばならないので、実はかなり無理のある構造なのだが、パンパイプは低音を出しやすい太い管と高音を、 出しやすい細い管を使い分けて作ることができ、その意味では合理的な楽器である。発音自体は比較的容易であるが、肺活量を必要とし、演奏は必ずしも容易ではない。ルーマニアに伝わるパンパイプはない。南米アンデス地方に伝わるものは三方にャとして知られている。ラオスやタイには管を円筒状に並べたタイプがあり。 ワットと呼ばれていいサーン地方の民族音楽に使われている。ギリシア神話のボクシンパーンが吹いたということからパンパイプ、パンフルートと呼ばれる。パンパイプはパンにまつわる物語からシュリンクスという名称でも知られる。パンパイプは古代イギリシャの時代から存在が知られているが、ヨーロッパの多くの国々では忘れ去られていた時期がある。モーツァルトの歌劇。 魔キに登場するパパゲーノが手にする笛はパンパイプのことである。しかし、そのヨーロッパでも小国ルーマニアでは民族楽器 NAI イとして演奏されてきた。20世紀になってからルーマニアでこの楽器を見直す動きが起こり、管の本数が増やされたり、材料を中国産の目だけに変更するなどの改良が加えられていった。ルーマニアの国立音楽大学で成果として、 取り上げられるようになったことで、多くの名人が生まれた。第二次世界大戦後、ルーマニア出身の内装者、ゲオルゲ・ザンフィルが演奏活動を始めたことにより、内が世界に知られるようになった。ゲオルゲ・ザンフィルの一番弟子に、ラドネ・キホールがいる。ザンフィルのオーケストラソリストをはじめとし、世界中で演奏活動を行っている。民族音楽のみならず、クラシック、ジャズ、 ロックなど様々なジャンルの音楽を演奏し、パンフルートの可能性を広げた。ルーマニアのシビウシで開催される国際パンフルートマスタークラスの主催者である。2018年に初来日を果たす。ザンフィルの演奏に衝撃を受けた一人に、スイスのより、ムルクがいる。ザンフィルは彼に演奏法だけでなく、改良された内の製法も伝授した。パンパイプは、 シルクロードを通って中国にも伝わり、奈良時代に日本に伝来し、廃章と呼ばれていた。小僧院宝物墨江段由美に描かれた猿楽図には、廃章を演奏する楽人が描かれている。しかし、近年になって、小僧院に残されていた残骸を参考に、復元されるまで、画学の世界からはいつしか姿を消していた。日本では2017年より、 日本パンフルートフェスティバルが開催されている。世界のパンフルート奏者が来日し、コンサートやワークショップを行うなど、パンフルートを通じた文化交流も深めている。2019年より、東京音楽大学附属民族音楽研究所に、日本初大学でパンフルート入門講座が開講された。2019年5月、中日ルーマニア大使館公認日本。 ルーマニアパンフルート協会が設立され、ゲオルゲザンフィルが名誉会長に就任した。2020年3月、成蹊大学ルーマニアプロジェクトパンフルートグループの活動を開始する。2020年4月より、東京音楽大学附属民族音楽研究所主催社会人特別講座にパンフルート講座が開講された。館が上下方向になるように構え、 管の階段に水平方向に息を吹きかけると音が出る。息の圧力と唇の張りを高めると奇数倍音を出すことができる。平管構造なので偶数倍音は出せない。管を傾けたり顎を動かすことによって半音を出すことができる。楽器を持つ手を揺り動かしたり、息の圧力を変えることによってビブラートをかけることもできる。ありがとうございます。